はい、皆さんこんにちは。ハイエア、副会長斉藤誠です。臨床教育メンター斉藤誠でございます。はい、ではですね、今回から脳科学編ということで、少しお話をしていきます。はじめに質問です。この公式、これから言う公式ですね、一体何でしょうか。短期記憶、矢印、長期記憶イコール誤復習、誤解の復習です。さあ、これはですね、学習後の早期で思い出すことには反復が重要とよく言われますね。まあ、でもそれがどう重要なのかいまいちわからない。で、今回はそれを解説です。新たな記憶というのはですね、短期記憶として保持されます。単純に考えれば、この短期記憶情報、これを長期記憶情報としてですね、移行させられれば、まあ、一番いいわけです。まあ、ですが、それにはですね、まあ、練習しなければならないわけですね。しかもその練習のためには多くの情報をあらかじめ手に入れておかなければならない。まあ、なぜかといえば、後からですね、新しい、まあ、情報ですね、これが短期的に入っても、まあ、元々の長期記憶に蓄積されている情報が少ないとですね、まあ、統合することできないので、そのままですね、消失してしまうんですね。まあ、ですから反復や復習、これをしない一夜漬けの学生さんというのはですね、情報が蓄積されず、テストの直後に、まあ、復習や反復をせず、まあ、どんどん情報が消えていってしまう。で、また一夜漬けを繰り返すというですね、無駄な努力になってしまうわけですね。まあ、非常にもったいないわけです。まあ、どうせ同じ量のですね、努力をするなら、まず行うべきは、まあ、繰り返して情報を入力して長期記憶化させるということをですね、まあ、重点を置いた方がいいわけです。まあ、なので、短期記憶から長期記憶に情報を移すには、後悔の反復復習が必要であるというですね、それを表した公式が、まあ、短期記憶や矢印、長期記憶イコール後悔の復習というものです。それではですね、その学習した内容を反復するときにはですね、どんなタイミングがいいのか。まずは1番目は学習した直後、次が学習した1日後、次が1週間後、1ヶ月後、最後は3ヶ月から6ヶ月のくらいですね。これを繰り返すことでですね、非常にこう、格納される情報量が増えて蓄積がされていきます。つまりですね、復習や反復、これを繰り返すことに新たな情報を以前格納した情報と関連させて、本当の意味で自分の知識となっていきます。さあ、ちなみにですね、さっきの5回の5つをですね、の復習のタイミング、これを実習のタイミングに置き換えると、まあ、1回目はですね、夕方のフィードバック、直後ですね、翌日提出のデイリーノート、まあ、週末または月曜で総括をする1週間ですね、中間評価1ヶ月後で、実習後の自己学習3ヶ月から6ヶ月後、まあ、この5回のタイミングになってくるわけです。まあ、加えて言うならですね、長期記憶を保持するには、まあ、クリエイティブな発想力を働かせると良いと言われています。なので、一番自分がノリに乗れる音楽を聴きながら、で、音楽と関連させて覚えたいことをイメージ化すると。また、絵が好きなら、図や絵にして見える化をしてしまうと。で、文字情報が好きでしたら単語で書き出してですね、線でつなぐというようなことをするのもありです。まあ、他にもですね、いろいろ方法はあると思いますので、まあ、あなたがですね、一番クリエイティブになれる方法、これぜひですね、試してもらえたらいいなと思っております。ということで、今回からですね、脳科学編ということで、いろいろとお話をしていきます。どうぞお楽しみに。